拓殖大学ルネサンス事業見学依頼日まで海外特にアジアの各地で開発協力や平和と繁栄に貢献すべき人材教育を行い国際人としての信用、信頼を得、数々の実績を残した多くの卒業生を輩出してきました。今この見学の理念と伝統のもと21世紀の国内外のニーズに応えるべく、 特色ある学術の研究と時代を切り開く新種の気概を持った優位の人材を育てる国際フロンティア大学を目指した一連の事業で大きく5本の柱からなる。1、文教キャンパス整備事業2000年の創立100周年を機に拓殖大学ルネサンス事業の具現化の一環である本学見学の理念を受けた格闘の発展継承の地として 文教キャンパス整備事業を推進。歴史性、シンボル性を残しつつ、新たなキャンパスの顔の創造。後期を3ステージに分け実施。2、八王子キャンパス整備事業 A、教育研究活動の進展、社会の要請 B、学生の大学生活満足度 C、地球温暖化対策を踏まえた優しいキャンパスこの3点に、配慮した郊外型キャンパス形成。 国際大学としての機能強化と優れた人材育成、積極進種の気概とあらゆる民族から警護されるに値する教養と品格を備えた優位な人材の育成この見学の精神を今一度確認し、アジアへ、世界へ羽ばたき貢献できる真の国際人の育成。4. 就職キャリア支援1年次から就職関連科目を成果授業に組み入れ、 4年時までの一貫した支援体制の構築。5、募金の実施募金の目標額10億円募金期間2007年3月から2016年1月、学校法人拓殖大学、拓殖大学ルネサンス事業資金報告、寄付者5カオル62016年5月発行より、ありがとうございます。